ーさん、パソコンさんとお話し中で。ふむ、これはまーちゃんの記録、日々の記録、一周ごとのタイム、足の運び、癖、まーちゃんの気づかないところまでたくさんたくさん残されています。これがトレーナーさんが覚えていてくれるアストンマーちゃん。毎日新しい私が、ほう、だとしたらみんなの中に残るアストンマーちゃんはどんな姿をしているんでしょう。日々私が変わるなら、写して覚えてもらった数だけ私が残る、たくさんのいろいろなアストンマーちゃんが、ああ、それはそれはなんだか覚えている、そんな言葉では足りないくらい、とてもとても色鮮やかに感じますね。トレーナーさん、空です。もうすぐ空に花が咲きます。そうすると海にも花開くのです。行きましょう、いつか行き着く場所。今は見つめるだけにして、昼よりもずっと涼しいですね。それにとっても静か、波の音よく聞こえる気がします。はい、まだ何も入れてません。でもいつも持ってます。今も。何を入れましょう、どんな香りにしましょう。折って入れるのはダメです。写真はそのままが一番なのです。他のものにしてください。あります、今入れています。あ、ほら花が咲きますよ。この角度だと海に花は見えませんね。でもきっと海の中からは見えるはずです。きっと私のレンズさん、今は色鮮やかです。空を映す海みたいに。何を入れるか悩んだ時間も、花火を見た時間も、ちゃんと全部覚えました。だから香り袋を見るたびに思い出します。まーちゃんたちしか知らないこの時間を。ほん？でもそれだと思い出袋になってしまいそうです。やっぱり香りも入れましょう。一緒に探すのです。今日の思い出と同じ暖かで透き通るような色鮮やかな香りを。世界中の人たちにアストンマーちゃんを覚えてほしいです。
残したいのです。でももう一つ願いができました。できちゃいました。トレーナーさん、これからのまーちゃんもたくさん覚えていってください。今日の私、明日の私、世界中には映しきれない私をトレーナーさんのレンズに映して残してください。しーです。ちゃんと覚えていてくれたかはずーっと未来のトレーナーさんに聞きたいのです。忘れていたら一緒に香り袋を開きます。そうしたらきっと思い出せますから。今のまーちゃんがどんな顔をしていたのか、トレーナーさんがどんな色をしていたのか、遠い未来でまた確かめましょうね。